野菊とは、野生の菊のことである。よく似た多くの種があり、地域によっても様々な種がある。一般に栽培されている菊は、和名を菊と言い,い、野生のものは存在せず、中国で作出されたものが伝来したと考えられている。したがって、菊の野生種というものはない。しかしながら、日本には菊に似た花を咲かせるものは、多数あり、野菊というのは、 そのような植物の総称として使われている。辞典などには、嫁ナの別称と記している場合もあるが、植物図鑑等では、ノギクを嫁ナの別名とは見なしていない。現在では、最も身近に見られるノギクの一つが嫁名であるが、近似種と区別するのは簡単ではなく、一般には複数種が混同されている。菊科の植物は日本に約350種の野生種があり、 キ種、栽培種も多い。多くのものが何々菊の名を持ち、その中で菊らしく見えるものもかなりのぞにわたって存在する。野菊は野生の植物で菊に見えるもののことである。菊は菊科の植物であるが、このタグリの花には大きな特徴がある。菊の花と一般に言われているものは、実際には多数の小さい花の集合体であり、これを登場花樹という。 登場果樹を構成する花には大きく二つの形があり、一つはサジ型に一枚の花びらが発達する絶上下、もう一つは花弁が小さく五つに割れる環状花である。菊の花の場合、外側にはサジ型の絶上花が並び、内側には黄色い環状花が密生するのが基本であるが、栽培種には型の変わったものもある。 このような特徴の菊花植物は非常に多い。ガーベラやヒマワリ、コスモスもそうである。しかしこれらの花が野生で存在してもノギクとは呼ばない。草の形で言えばヒマワリは大きすぎる。タンポポやガーベラのような根室用がロゼット状にあり、茎には葉がないものもそれらしく見えない。従ってあまり背が高くならず、 茎に葉がついた姿のものに限られる。また、秋のキリンソウのように頭花が小さいものもそれらしく、見えない。さらに、菊といえば、秋の花であるから、秋に咲くものをこう呼ぶことが多い。これに当てはまりそうなものを以下二足ごとに挙げる。詳細については、各群の項目を参照されたい。一般に、ノギクと呼ばれるのは、以下のようなものと思われる、の根肉の果剰。 綿毛が見える。嫁なの果女、花が散ったものを含む。嫁な属やシオン属に似ているが、種子の関毛に二通りの長さのものがある。この属もシオン属に含める説がある。茎は木質化する。丸っこくて厚い葉をつけ、やや大柄な白い野菊の花をつける。他にも若干の希少種がある。以上を生育環境を別にまとめると以下のようになる。 これらの大部分は、本州産である。北海道には、海岸製のもの以外では、白山菊、沢城菊、蝦夷の根菊などがある。沖縄では、海岸の種を除くと野菊は、小嫁なくらいしかない。外見は、野菊のように見えるが、野菊とは別に扱われることが多いものを一家にあげた。ほぼ菊に似た花をつけるものの、野菊とは呼びにくそうなものをあげる。ありがとうございます。